誘導爆弾。誘導爆弾は、誘導装置を備えた爆弾のこと。スマート爆弾、スマート、ボムとも呼ばれる。なお、無誘導爆弾のことを、ダムボム、ダムボムと呼ぶことがある。主に建造物など、静止目標に対する攻撃に使用される。投下されると、動力などによって滑空しながら落下しつつ、決められた目標へ自ら軌道修正していく。 無誘導爆弾を投下した場合と比較して、高い効率で目標を破壊することを目的とする。これを使用することにより、目標の迅速な破壊や、破壊地域の極限、爆撃に際して必要な兵力の減少などが見込める。副次的な効果として、爆撃地点を軍事目標に限定し、一般市民に対する危害が極限されることが、懸念されることもある。 誘導爆弾の開発は各国で行われているが、アメリカ合衆国が実戦使用数の面から先行している。誘導爆弾とミサイルとの違いは、基本的にはロケットエンジンなどの推進装置があるかどうかであるが、アメリカ軍では推進装置のついてないエイジム -62、ウォールアイやエイジム -154 ジェイスなども空対地ミサイルに分類されており、その境界は曖昧である。 国初期の誘導爆弾としては、ドイツ帝国が第一次世界大戦中の1917年夏に実戦投入した優先誘導式のトルペドグライダーがあるが、本格的に誘導が可能な滑空爆弾が使用されるのは第二次世界戦からとなる。ナチスドイツは走行目標用のフリッツ X と非走行目標用の HS293 を開発し、 このうちフリッツ X は1943年9月9日に連合国軍に投降したイタリア艦隊に対して使用され戦艦ローマを撃沈戦艦イタリアを大破させ同月イギリス地中海艦隊の戦艦ウォースパイ島を撃破することに成功している HS293 は1943年8月27日にイギリス海軍のスループ エグレットを撃沈している。アメリカ軍は VB-1 アゾンと呼ばれる誘導爆弾を開発し欧州戦線の地上目標に対して使用している。日本でも陸軍の技術者が搭乗員が100%戦死する体当たり攻撃は技術者の怠慢を意味する不名誉なこととして親子飛行機構想を提案したことで赤外線誘導の結合自動吸着弾。 液体ロケットモーター付きの手動指令小巡線一致誘導による囲碁一型高、オツ無線誘導弾、砲火の衝撃波を検知して、自動誘導を行う囲碁一型兵、自動追尾誘導弾が、開発されたが、試作段階で終わった。小型の囲碁一型オツ無線誘導弾のみは、実用段階に達していたとされるが、実験中に誘導装置が故障し、1945年2月に、 熱海の温泉旅館、玉の井旅館へ墜落、女中一人が死亡、四角一人が負傷、旅館も全焼という大事故を発生させ、女風呂を直撃したということから、エロ爆弾のあだ名が付けられたという。赤外線や衝撃派遣地による自動誘導だった日本のケゴや囲碁一型兵を除き、フリッツ HS293 アゾン囲碁一型港、 オッツ無線誘導弾は、いずれも誘導母機からの目視による無線誘導で、誘導員は爆弾のビブに取り付けられた発光体、電球、または火薬によるフレアを目で追いながら、爆弾を操縦して目標へ手動で誘導する仕組みであった。このため、命中精度は誘導員の技能に強く左右されるほか、天候によっては目標までの指定が確保できないために使用できないことがある。 また、目標が視認できる、距離内に誘導母器を接近させる必要があるほか、誘導中は、急な軌道ができないため、地上からの反撃が予想される戦域での運用には、困難を伴うなどの欠点を含有していた。なお、アメリカ軍は、レーダー誘導式の爆弾である ASMN-2 バットを開発、実戦投入しているが、目立った戦果はなかった上、 相手のレーダー派で拡乱されるなどの致命的な問題点があった。日本陸軍の無線誘導弾と同時期に日本海軍が特攻兵器の一つとして実戦に投入した大川は操縦者自体を誘導装置とするものであるが、登壇に至るまでの工程そのものと欠点は列国の誘導爆弾とほぼ共通している。第二次世界大戦後にはソビエトで、 ドイツから接収したフリッツ X を原型として、スナブ -3000 の開発が進められ、当初は無線誘導だったが、後に赤外線誘導に変更されたが航空機の Z 爆撃機への搭載に不適などの理由により中止された。また、同時期の開発も並行して進められたが、こちらも同様に中止された。1950年代にはエイジム -12 が配備され、 ベトナム戦争に投入されたものの、上述の欠点を引き継いでおり、戦果は芳しくなかった。これらの欠点を克服するために、アメリカ軍が開発した誘導爆弾が、第一世代のレーザー誘導爆弾、レーザー、グディドボム、LGB のペイブウェイト、テレビ誘導爆弾、または光電子誘導爆弾、エレクトロ、オプティックグディドボム、OGB の a イジムマイナス62オールアイである。 PVA のレーザー誘導システムは誘導母機が目標へ向けて照射したレーザー光の反射光に爆弾が自動で誘導され仕組みである。ウォールアイのテレビ誘導システムは爆弾の先頭にテレビカメラを取り付け誘導母機では爆弾から無線で送られてくる画像を見ながら誘導員が目標に照準するとその照準点に爆弾が自動で誘導される仕組みである。このシステムは ベトナム戦争で実戦使用され大きな戦果を上げた。特にウォールアイは対空砲と対空ミサイルで堅固に防備され、4年にわたってアメリカ軍の爆撃に耐えたホーチミンルート上の単砲は鉄橋の破壊に成功している。これらの精密誘導爆弾はスマート爆弾、賢い爆弾と俗称された。 レーザー誘導もテレビ誘導もどちらも命中までいてが標的を補足し続けなければならず、戦域からの即時離脱はできないという欠点があった。そのため1980年代以降は GPS 誘導や画像識別誘導によるファイアーフォーゲット能力を有する誘導爆弾の配備が進められる。2000年前後、アメリカ軍は通常爆弾に追加キットを装着することで、 現地部隊レベルで安価かつ簡単に誘導爆弾を製作運用できる J a ムシステムを配備し、誘導爆弾運用の柔軟性は大幅に広がった。HS293 やフリッツ X はオペレーターが無線を介して、目視で振動を修正する、目視誘導だった。ASMN- には TV 誘導、レーダー誘導、目視誘導などが試されたがほとんどが失敗し、 ハトに誘導させる案もあったプロジェクトバト、最終的にレーダーによる自動追尾システムの開発に成功した。現代の誘導方法には CCD カメラによる TV 誘導、赤外線画像誘導、レーザー誘導などがあり、1990年頃まではレーザー誘導が主流であったが、現在では GPS、INS 誘導が主流となってきている。これは、 現在までの誘導方式は、天候や電波妨害などに影響を受ける可能性があったのに対して GPS、INS 誘導は天候にも左右されず、INS は電波を使用しないためジャミングを受けても問題ない目である。その他の大きな利点としては外部からの誘導が必要ないということが挙げられる。レーザー誘導は着弾するまで地上部隊や航空機からのレーザー照射が必要で、 その間は、レーザー照射部隊が脆弱となり、攻撃を加えられる、危険性があったが、GPS、INS 誘導は10日後に、外部からの誘導が不要で、爆弾を投下した、航空機はすぐに、空域から離脱し、生存率を高めるとができ、B、B-2 などの爆撃機でも、使用可能である。また、レーザー誘導爆弾に比べ安価という利点も、挙げられる。 GPS,INS 誘導爆弾が、レーザー誘導爆弾に比べ劣る点は、命中精度が悪いことである。レーザー誘導爆弾で、一般的な命中率を持つペーブウェイ2のセップ、半数筆中回が、数メートルであるのに対して、GPS,INS 誘導爆弾であるゼイダムのセップは、GPS,INS 併用時では13メートル、 INS のみの場合では30メートルとなっている。ただし、通常の攻撃では過度な命中精度を要求する場合は少なく、それほどの欠点とは言えない。GPS 誘導方式のもう一つの端緒として、爆弾投下前に、あらかじめ目標の正確な座標を爆弾、正確には、その誘導部にセットする必要があるという点が挙げられる。 座標の数値を誤って入力したり、あるいは数値の算出そのものを誤ると、爆弾は全く別の場所に正確に誘導されてしまう。実例として、2001年12月5日には、アメリカのアフガニスタン侵攻作戦において、特殊部隊が誤って自分の所在地の GPS 座標値を上空の近接航空支援機に送信してしまい、自らの頭上に、 j ダムが投下されるという事故が発生した。コソボ紛争における中国大使館誤爆事件もこの座標算出を誤ったために起きたと言われている。また、移動目標の攻撃にも不適である。近接航空支援に GPS 誘導爆弾を使用する場合、地上部隊が目標の座標を正確に投下機に伝える必要がある。ため、全身観測員の役割が 今まで以上に重要になる。他の誘導方式として、以後一型兵自動追尾誘導弾は、艦砲の衝撃波によって生じる音をマイクロフォンで捉えて、侵入方向を決定する衝撃艦方式が採用されていた。実験のみで終了したが、電子装置が未発達な時代としては珍しく、打ちっぱなし、能力を有する予定だった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。